こんにちは、獣医師の藤村です。えー、今回の動画はですね、えー、ワンちゃんがですね、犬がですね、あの、ポタポタであったりとかでもそうなんですけど、よだれが止まらなかったり、ポタポタ出る、異常に出るなっていう感じる時きに、まあ、考えられる、うん、原因とかね、対処法について、えー、説明したいと思います。普通、まあそのワンちゃんっていうのは、その 最近はですね、まあ、僕自身が10位になった頃もう20年以上前ですけど結構その頃は結構そのゴールデンとかねラブラドール・レトリーバーとか結構大型犬が多かったんで大型犬だと結構そのよだれ垂らしてる子が多いかなっていう印象ではあるんですけども、まあ、セントバーナードとかですかねでもあんま小型犬であの正常であんまりよだれをポタポタ垂らすあの、まあ、よだれが止まらないって子は、まあ、見普通見ないですよね。 なので、まあ、普通、その、小型犬で、よだれが止まらないとか、うん、ポタポタ出てるっていうのは、まあ、異常な可能性が高いんですけど、じゃどんな、まあ、原因が考えられるのかってことですね。やっぱり、ほっとくと、あの、なんか命に関わる可能性も、まあ、あるものもあります。なので、あの、知っといてもらってですね、よだれが出るってことは何か異常があるぞと。で、まあ、今回解説する内容のどれかが、 あ、あなたのワンちゃんのよだれが止まらない原因である可能性が高いので、まあ、なんか精査してもらってですね。もしあの明らかに除ようだったらすぐ動物病院に行くなり、まあ、お家で対処できそうであれば対処してもらうっていう。うん、あのことが大事になってきますね。なのでま是、あ、非ね。最後まで見てもらって。あのー、対処してもらってね。ワンちゃんが元気になってくれればまあ、嬉しいです。 まず考えられることで、まあ一番多いかなと思うのは、口の中の炎症ですね。例えば舌が火傷してるとか、舌、見てもらった時に舌がね、なんかもう真っ赤かな、一部真っ赤かなってたり、出血してるとかね。あとは、あの、こえー、口の、まあ、粘膜ですかね、歯肉、歯肉がね、死肉炎を起こしてたりとかして、 真っ赤かなって腫れてるとかねもう触ると薄い痛がるとか歯石がいっぱいついてるとかねそれでなんかその炎色起こっててめちゃくちゃ痛くてよだれしてるよだれを垂らしてる止まらないうんっていうことが一番多いかなっていう、まあ、気がしますねなのでまあまずその最初によだれがなんかいっぱい出て,ておかしいなと思ったら、まあ、最初にまず見てもらうのはまあ口の中でしょうねただそそのの結構その 口の中痛かったりすると、無理やり飼い主さんがこう口をガッと開けようと思うと、ワンちゃんが切れて、ガブって噛んできたり、怒ったりするかもしれないんで、まあ、怒るんだったら余計に怪しいですけどね、口の中の病気の可能性が高いんですけど、普段おとなしいのに、やったら口触ろうと思ったら怒るってなると、相当やっぱ怪しいので、口の中の病気がね。触れないようだったら、一回動物病院に行って、まあ、見てもらうのがいいかなと思います。見れて、もしやっぱ明らかに一部分だけ赤いとか言うのだったら、 まあ、その口内炎とかね、絶縁とか、そういう病気の可能性が高くて、なかなか。それだと、お家で対処するのも難しいでしょうから。まあ、やっぱりいずれにしても、動物病院で治療を受けた方がいいかもしれないですね。次、考えられるのが、あの食堂ですね。食堂。食べる道ですね。あの気管みたいな、こう、空気行く方じゃなくて、食べる。で、通る方の、食べ物が通る方の食堂ですね。あのそこがですね。何かしらの異常がある。 あの可能性があって、例えばワンちゃんって基本丸呑みするんですよね。食べ物別の動画であの解説してたと思うんですけども、ワンちゃんってまあ基本噛まないし、噛めたとしてもハサミみたいな役割なんですよね。ワンちゃんの歯ってあの人間だったらね。こう。九死とかで奥の歯とかで噛んでこう食べ物をこうすりつぶすわけなんですけども、ワンちゃんってこうハサミみたいになってまして、こう切ってるんですよね？ 噛ん,で噛んでこうねすりつぶしてるように見えても実はこうすりつぶしてるんじゃなくて切ってるだけなんですよねだからその例えば肉食べてもこうなんかチョキンチョキンチョキンって切ってるだけなんであのそんな細かくなってこう飲み込んでるあの食べこうしっかり小さくして食べてるわけじゃなくて単純にこう切って飲み込んでるだけなんで結構もう詰まるか詰まらないかぐらいの大きさのものを飲み込んでるってことは結構あるんですよね。 であのーまあ、別の動画でも言ったと思うんですけどそのそれ食べて中途半端な大きさで食べてしまうので消化不良を起こしてでそのまま食べたものを吐くけどあの牛みたいな感じでこう別にその、まあ、吐き戻してるだけというかその、まあ、半,半数してるような感じになってくるんで別にこう気持ち悪くて吐いたわけじゃないんでそれをまたそのまま食べてしまうその時はもう一回食べてるのでさっきよりは消化しやすいから吐かないみたいな。 そういう、こう、ワンちゃんって、こう、ちょっと人間と違うところがあるんですけども、そうやって、まあ、ねうまく吐けたとしても、その、ちゃんと飲み込んで、消化不良を起こすことなく食べれたらいいんですけど、いいのかもしれないんですけど、あの、中にやっぱりですね、中短波にこう切って飲み込むんで、こう、詰まりそうになることあるんですよね、食の。詰まりそうなくらい。 それでやっぱりその食道傷つけたりとか、中途半端にすごくその、もうギリギリのものを食べてしまってる、食道ギリギリのものを食べてしまってるんで、もう、こう、詰まりそう、詰まってしまうとか、詰まりそうなったりとかして食道を傷つけるとかして、食道が炎症を起こして、食道炎っていうのを起こしてしまうと、めっちゃ痛いんですうね、やっぱ。僕自身は食道炎を起こしたことはないですけど、そうなると多分めっちゃ痛いと喉が痛いと思うんで、あのー、 その痛みからやっぱりよだれが出たりしますね。あと、そういうだけ痛いの、食べれなくなりますよね。もう喉めっちゃ痛い。人間でもまあ、食道炎じゃなくても、その気管支炎とかね、気管の、まあ、とこの、喉のところの炎症がね、起こってしまったら、僕らも風邪ひいたりとかして、あの、そうなるとやっぱり、めちゃくちゃ痛くて、食べ、喉、唾を飲み込むのも、のも辛いですよね。食べれなくなると思うんで、まあ、そういうようなことがやっぱりワンちゃんも起こって、食道炎であってもね。 よだれは垂らすはあんま食べれないわっていう状態だって、口の中見ても別に赤くないっていうんだったらば、食道炎の可能性もあるんで、ちょっと口の中に開いてもらって、ちょっと詰まってないかとかね、あのいろいろ見てもらって、まあ、なかなかそれでもわからない場合だったら、やっぱり動物病院に行って早めに治療した方がいいかなって思いますね。あと添えてね、もしその食道炎とご腰、 たりとかしてるようであれば今後はそのその,の,その、ね、問題が解決したら今後はやっぱりそのあんまり大きなものを与えないとかおもちゃとかでもねあのなんかあとおもちゃのガムっていうのかな,なんか食べて遊ぶ遊びながらもストレス噛んだりとかして遊べるガムとかもあると思いますけどあんまり中途半端に大きいと喉詰まってしまう可能性もあるんで今後は対策としては、まあ、もうちょっと小さいものを与えるとかねあのそういう工夫も必要かなと思います。 まあ,あとはですねこれは珍しいですけども「弛」って言ってね子供の子に「まあ、転換の弛」って書くとかなあの出産したあとじゃないと起こらないんですけども赤ちゃんを産んでだからまあ珍しいし最近そんな出産するってことも一般の飼い主さんのところではあんま起こらないと思うんでかあんま関係ないんですけどあの出産後なんかなるともう低カルシウム血症とかなってそうするとその関係で余罪、まあ、が止まらなくなるってことは。 ありますね。その神経にも関わってくるんでカルシウムっていうのはそれは起こることもあるんでもしその出産後にあのよだれが止まらないっていうんだったらま痴、あ、漢っていうね子供の頃にまあ転換の痕っていかうのかなあの痴漢の可能性もあるので、まあ、あのやっぱ動物病院で治療を受けた方がいいですねあんまほっとくと命にも関わると思うんでまあいった方がいいかなって感じですね。 でもし、痴漢だったとしたら、だいたい出産後、だいたい1週間から3週間ぐらいの間に起こるので、まあ、その辺のも結構目安かなと思います。まあ、産んだ瞬間はいきなり低カルシウムにはならないんで、やっぱりね、あの母乳をあげたりとかしていくうちに、カルシウムがどんどんこう体から抜けていって、低カルシウムになっていきますのでね。まあ、その辺も加味して、まあ判断した方がいいかなって感じですね。あとは、転換でもね、結構、よだれ、ワンちゃん、あの、 たまらないぐらいだらす。ことありますね。転換を起こしている時とか、まあ、起こす。ちょっと前ぐらいの前兆であの出ることがありますね。あの。まあ、ただ気をつけてほしいのが結構。そのまあ、うちがかかってる。まあ、患者さんとか。でもこうたまたまね。うちが休みとかで。でまあ、他の病院に帰れたとかってケースとか。でもた,ただ上向いてるだけでもちょっと心配だったからって言っただけでまあ、上向いてるから転換だって言われて。 であのその転換のお薬をこう漬けになってねうち、まあ、に返してくれることもなくただそのトリミングだけはや,やってくるんでその状況だけ聞けるっていうのでだんだんその薬の副作用で弱っていって、まあ、亡くなったっていうケースもあったんですけども転換っていうのは基本的にワンちゃんっていうのは大体はその特発性の転換っていって、まあ、原因が不明な転換なんですね原因不明だから上向いてても転換だろうっていう方もいるかもしれないんですけど 転換の診断っていうのはですね、あの他に特発性原因が不明っていうぐらいですから、逆にいろいろ調べたけど原因がわからないから原因が不明なんですよ。特発性な特発性って原因不明ってことなんですけど、なのでまあいろいろ調べてまあ、血液検査をするとか、な、ま、ん、あ、なら M.R.I. とかも取ってほしいですね。脳に異常がないことを確かめなきゃ転換とも言えないので、例えば脳の腫瘍でもあの転換みたいな、ね、倒れたりとかまあ、よだれを垂らしたりとかってもあるんで。 あのほとんどの動物病院は MRI ないので普通はまあ紹介したりとかね、まあ、あのするもんだと思うんですけどあとはほ他の動物病院の患者さんがたまたまうちに来たとしても奪うことはしないんですけど、まあ、なんか最近は結構動物病院も増えてきましてねせりがらくなってきたのでそういうこともあるので、まあ、飼い主さんもね、まあ、気をつけた方がいいと思いますけどもいきなり見ただけで転換って診断するのはちょっとまずいかなと。 って思いますね。あのやっぱ血液検査して異常はないし例えば腎不全もないとかねあのいろいろないしあと MRI 撮っても脳の異常がないなかなか消化しなきゃもう最終的にはわからないことが普通ですよ MRI のある動物病なんてほとんどないのであのまあしっかり転換を診断するのであればね別に自分のところにずっとかかっているねあの患者さんのところのワンちゃんだったら別にそれはずっと見てるから この子はもう異常がどうか分かるから転換だっていうのは別に問題ないんですけどね。初めて初心で行ってね、いきなり見て、転換だからもう家で薬飲めっつってね。で、もう、しかも粉にするから、どんな薬かも分からないみたいな状態にしてとかいうところも最近ちょっとあったんで、ちょっとびっくりしてるんですけども。僕はな10位になった20年ぐらい前、まあ、そんなことなかったですけどね。あの絶対ね、他の動物病院の,の患者さん奪うなとかね、結構僕はもうかなり教育、叩き込まれたので。 なかなか信じられないことが結構ねよくある,あるなと思いますけども、まあ、ちょっと愚痴ですけどねあとはあの人間でもねあの僕が関わっている製薬会社の、あのー、スタッフさんが「転換だ」って診断されて最近辞めましたけどもその製薬会社をねそれはその方もやっぱりそのタフ家の大学病院まで行って。 MRI 取ったり、脳波取ったり、血液検査したり、それらなんだかんだいっぱいやって、最終的に転換だって分かって、診断されたって言ってましたからね。まあ、人間の方がそれは高度でしょうけど、でも厳密に言ったらそれぐらいやらなきゃ転換って分からないんで、でもまあずっとかかってる方だったらねくる、くどいようですけど、ずっとかかってるワンちゃんだったら、まあ、そう診断するのは問題ないと思いますけどね、ずっと見てるから分かるってことあるんで、でも初めて見て、いきなり上向いてる、しかも出走が上向いてるだけですからね。 かかまあ、んなんでわわわかかるるってううちの患者さんんなででででね、ね。そ後言れけすよももうねあのそうなったと、あとはいやそれ違うからともうなかなかも言えないのでもうずっとかかっていてどんどん明らかに薬の副作用で弱っていきましたけどあの転換の薬もねピンキリですからねあの最新のねいい薬だったらそんなに副作用ないと思いますけど昔のタイプの薬だと、まあ、麻酔薬 の飲み薬バージョンみたいなのであの治療したりして結構鎮静効果が強すぎるのでもうくたってなるんですよね。あのでずっと飲み続けるとやっぱりねさすがに副作用もすごくなってきてもううちでトリミングしてましたけどもトリミングもできないぐらい終わってきたのでもう最後はお断りしましたけどあのそうなったりもするけどなかなかやっぱり僕自身は10位になった頃から他の動物病を否定するなとは言われてたので、まあ、こういうね動画の場では。 言ったとしてもあの一般の飼い主さんを僕は目の前で診察するときは絶対他の動物病の言うことは否定しないのでやっぱりそれはやっぱりね人としてどうかっていうのはあるんででもそういうことじゃない動物病も最近増えたなと思いますけどねあの初めて見てよく言えるなみたいなことを診断されて帰ってきてみたいなケースは特に結構あるのでね飼い主さんもまあその何が信頼のおける動物病なのかとかね おけない動物病なのかとかはあのよくよく考えて何か最新の医療をやってる風だからいいってわけでもないのであの最新の医療ってそんなになんていうかバンバン使えるだったらもう昔の獣医さんを一切やれないわけですからねそんなことはないのであのやっぱ昔ながらのやり方じゃなかったでも十分通用することのほとんどなのであの一部ねやっぱりその。 なんか手術の技法であったりとかね診断方法は変わってきたりとかしますけど根本的な考え方っていうのはそんなに変わらないのであの相性とかねあのどん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 診断つけてほしいって飼い主さんになったらそういうバンバン診断するところがいいと思いますけどあのまあ好き好きもあるのでどれが一番いいとかはないですからね、まあ、あの相性のいいところに行ってもらったらいいかなって思いますね。 あと最後ですね。あの、まあ、ワンちゃんのちょっと話がだいぶね、脱線しましたけど、あとワンちゃんのよだれが出る病気としては、伝染病としては、あの、まあ、犬のジステンパーなんかが考えられるかなって感じですね。最近はもうジステンパーのワンちゃんで見ることはもうほぼなくなりましたけども、あの、ジステンパーだと結構よだれを垂らすとか、いろんな症状が出るので、もう下痢するワンちゃんもいますしね、ジステンパーだと。いろいろあるんですけど、中にはよだれが出るワンちゃんもいますね。 まあ以上ですね、だいぶ話が脱線しましたけどまあ,あの信頼のできるね動物病院に行ってもらったらいいかなと思います。やっぱいろいろこう何て言うかいろんな動物病院に回るのもいいとは思うんですけどあんまり回れば回るほど今言ったように獣医さんによって考え方は全く違うのであの何て言うかなこうちゃんこ状態にしてしまうといろんなところを足してその行った病院の数だけで割ってものを考えると絶対矛盾してくるので。 どれがその正しいとか間違ってるとかじゃなくてみんな考え方が違ってやってるので何ていうかなそんなにマニュアルがね薄いものじゃないので獣医さんの場合だと。あの獣医師国家試験って17科目あって自分の身長を超えるこう本を横に置いてねしても自分の身長を超えるだけのものを暗記してじゃなかったら受からない試験なのでそんだけいっぱいあるわけですからやっぱりそのアプローチの仕方で物事のその やり方とか判断の仕方とかねや,りやる治療法ってまあ全く違ってくるわけですよ。こんな薄かったらねみんな同じになりますけどものすごい量なので <laughs> なのでもう本当に考え方とかねあのそういう今僕が言っていることがもう全く納得がいかないっていうんだったらっ本当に向いてないのでお互いのねやっぱり精神衛生上のためにもその他の病院に行った方がいいと思いますし逆に今言ってる内容がそうだそうだと思うんだったらすごく相性が合うので、まあ、うちに来てもらった方が まあ飼い主さんにとっても幸せですし他の動物の先生から見ても幸せだと思うんですよね。なのでまあそのいろんなねあの獣医さんの動画が最近はいろいろ出てると思うんで、まあ、そういう動画を見てですね相性が合うかどうかで判断するのが一番いいかなと思います。そんなにんていうか間違った治療をする獣医さんってのはいないと思うんでただ考え方が全く違うっていうだけの話なのでね、まあ、参考にしてもらえたら嬉しいです。この動画参考になったね いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは失礼します